どうも、竹の子塾の青久保です。今回はですね、中学校2年の数学確率ですね、確率の中でもこのサイコロと確率の問題ね、こっちをやっていきたいと思います。で、まあ、大体ね、こうね、サイコロの問題って、まあ、サイコロね、2個出し、あって、で、その2つのサイコロを、投げた時のね、その出た目でね、確率を出すよっていうので、まあ、学校でもね、こういうふうに、まあ、6×6 のね、この36マスの表を使ってね、まあ、問題解いたりしたと思いますね。だから、起こりうる全部が36通りあって、で、その中で、そのね、問題で与えられているのが何通り起きるかで確率ね、出しますよ。で、今回もそういう問題なんですけど、ちょっとね、若干ちょっと、ひねった問題になってます。見ると、2つのサイコロね、大小2つのサイコロを投げて、大きいサイコロの目を X としますね。だから、もし、3が出たら、まあ、X が、3が入るってことね。X に3が入る、ね。で、小さいサイコロの目を Y としてます。だから、もし、小さいサイコロの目が、2だったら、Y に2が入るとね。で、この時に 3X-2Y=2、ね、3X-2Y=2 となる確率を求めましょうとね。で、まぁ、ちょっとね、このね、表でやっていくと、もしね、ここですね、X、こっち大きい方が X で、小さいサイコロの方が Y なんで、ね、この X が1、Y が1だったら 3×1 ですよね。で、y も1なんで1入れて、3×1 で3引く、2×1 で3引く2で、1だから2にならないので、ここはなりませんよーとね。で、同じように見ていくと、もしね、x が1で次 y が2だったら、1を代入して 3×1 で3とね。で、今度 y が2なんで 2×2 で4とね。で、今度は3引く4は、マイナス1で2にならないので、これも違いますよ。ね。で、まあ、これね、ずっと、今度 x1、y が3ってね、代入していって、それがね、引いて2になるかどうか、ずっと確かめていって、やっていくんですけど、一回一回ね、これね、この式に代入していくと、ね、x と y の値を代入していくとめんどくさいので、先にね、こっちに、まあね、この 3x の値ね、をここに書いておくと。で、同じように、こっちの方ですね。こっちの方には、この 2y ね。2y の値を書いていっておく。どういうことかというと、この、ね、x が1だったら、3x はここ3ですよね。2だったら 3×2 で6とね。x が3だったら 3×3 で9、x が4だったら 3×4=12、3×5=15、3×6=18 とね、もう一回一回代入して考えていくとめんどくさいので、もう 3x のね、この x を、このね、入れた値をもう全部ね、この目のね、数の横に書いておく。こっちも同じように 2y なんで、y 代入して2、4、6、8、10、12とね。で、こういう風にして、ね。あとは、ね。例えばここだったら、3x が3で、2y が6だから、3-6 はマイナス3なんで、あ、ならないや、とね。あとも一緒ですよね。これも全部3-8したらマイナス5で、ダメ、とね。次も3-10だったらもうマイナス7なんでダメ、とね。まあ最後もこれ、3と12で引いたらマイナス9なんで、もう全部ダメですよね。で、次、ここから見ていくと、今度は 3x が6で、2y が2なんで、6-2で4なんで、これも違うとね。で、見ていくと、6-4なんで、これ2になりますね。6-4で2とね。あとはこれ、6-6で0ね。次も6-8だから、またはマイナス2。次も6-10だからマイナス4。6-12だからマイナス6で全部ダメですよね。で、次は、ここですね。3x が9。で、2y が2なんで、9-2で7でダメとね。9-4で5でダメ。9-6で3ダメ。9-8で1ダメとね。あとは9-10でマイナス1でダメ。9-12でマイナス3で全部ダメとね。次、x が4。つまり 3x が12。2y が2のところから見ていくと、12-2は10なんでダメ。12-4も8でダメ。これは6でダメ。
12-8 は4でダメ。で、次が12-10は2なんで、ここもいいですよね。で、あと12-12も0なんでダメ。とね。まずはちょっと見ていくと、15-2は13でダメですよね。15-4も11でダメ。15-6も、9でダメ。15-8も7だからここダメ。15-10も5なんでダメ。15-12で3だから、まあ、ここ全部もダメですね。で、最後も見ていくと、まあ、3x が18で、18で 2y が2だったら、18-2で16でダメ。で、次が18-4で14だから、ここもダメ。18-6で12なんで、ここもダメ。18-8、10ダメ。18-10で8ダメ。18-12が6でダメなんで、まあ、ここも全部ダメと。ね。なので、まあ、結局この2通りだけですよね。なんで答えは、まあ、全ての通りが36通りね。で、この式が成り立つのが2通りなんで36分の2で約分すると、2で約分できて、まあ、18分の1になりますよ、ね。まあ、基本はね、この 6×6 の36マスの表をね、使ってもらうといいんですけれどもね、まあ、例えばこういう問題が出たときはね、その大きい目の値と小さい目の値をね、それぞれに代入して、こうね、横に書いてあげると、まあ、少しね、計算が楽になるから、こういうふうな工夫をするといいよ、ね、いうね、ところでした。まあね、似たようなね、ものがあったら、ちょっとね、このテクニックをね、使ってもらえるといいかなと思います。では、今回これで終わります。どうも、ありがとうございました。